どうもサボリです。約半年経ちました。一匹だけこっち一番威張ってたボスがいたんですけど、約1ヶ月ぐらい前に死んでしまいました。おそらく病気。いつも隠れてることが多いんですけど、餌やりの時も出てこない、心配してたんですけど、そして現在残ってるのは4匹。今日は撮影のために照明を焚いてます。動きがいつもより活発になってます。ほとんど隠れてるんですけど、今日はねなんか元気がいい、一番元気がいい。これこれはね、半年前までは尻尾がほとんどなかったんですよ。次の日はね、結構慣れるんですよ。で、毎日ちょっとずつ再生してます。一時期はね、少し変な形で再生してたんですけど、今は普通になってます。あ、ちょうどね、今ここ、隣の水槽と争い事しないように段ボールを軽く引いてんのかな。うん。そしてこのオレンジ色、このオレンジはほとんど動かないんですよ。一日中隠れてます。餌やりの時も隠れてんですよ。下に引いてるのはねサンゴ砂、これをね掘るんですね。そこら辺の映像を記録したんで、
今日はね、やっぱりいつもより活発に動いてる。他はね、そんな変わりないかな。全体的に大きくなって、うん、全体的にみんな大きくなった。一番ちっちゃかったみんなと同じぐらい大きくなってます。うん、あ、こいつも隠れがちだ。うん、こいつも隠れがち。今のところ分かりません。もう少ししたらね、尻尾のないやつがほぼ完全に再生される。それからどうしようかなってね、思ってるんですよね。うん、多分ね、いや、どうしようかな。多分またね、入れたら喧嘩してボロボロになる。また一緒に飼うとなんかボロボロになりそうで怖いんですよ。以上、シグリッド隔離水槽でした。ありがとうございました。はい、汚れたな。汚れた。こいつはね、食いつきがいいんですよ。他のやつ？お前は、ほら。食え。うん。隠れて食べてます。うん、恥ずかしがり屋。そしてこれは、はい、食べない。噛めませんね。あっち向いてる。あ、食べません。他は？オレンジ。はい。食べないんですよ。見てたら食べないんですよ、これ。こいつはね、見てたら食べないの。全然食べない。